今月のおまけでございます。今回はですね、福山市長から来ている1枚の通達についてちょっと深掘りしていきます。読ませていただきますね。まず、感染を防ぐための新しい生活様式の実践をと書いておりますと書いてあるんで、どういったものが新しい生活様式なのかってことがここにね、明確に明示されてるのかと思いましたけども、全くないです。これはだから掛け声があるだけで、実際に何をすれば新しい生活様式に当たるのかってことを市長もご存じないと。でご存じだったら通達ができないということなんですよね。どちらかだと思います。今福山市では日常を取り戻すため、ほらね、日常を取り戻すって書いてるわけですよ。新しい生活様式っていうのは今までの日常に戻ることではなくて、新しい日常に向かうことなんですよ。最初からおかしいわけなんですよね。福山市では日常を取り戻すために少しずつ社会経済活動を再開しています。しかしながら7月に入り、東京を中心とした首都圏で再び感染者が急増しています。急増なんですかね。でせいぜい100名ですよ。東京都の人口1400万人のうちで100名になったからって急増なのかなと思っちゃいます。例えばね、100名の感染者が出ましたっていう、その裏には多分ね、下痢で苦しんでいらっしゃる方は数千人いると思うんですよ。でどちらが急増なのかなと思っちゃうんですけどね。でまた県内でも感染者が確認されました。はい。市民の皆様には改めてウイルスへの警戒を強めてください。このウイルスの家への警戒っていうのは一体何をすれば警戒なんですかね。外出しなければいいんでしょうか。手洗いの徹底、マスクの着用、3つの密を避けた行動など、自らを守り感染しない、感染させない行動をとってください。というのが分かります。次読ませていただきますね。特に次の取り組みのご協力お願いします。他の都道府県への移動についてはその地域の感染状況などさまざまな情報を確認し、感染リスクが高い地域への不要不急の移動は控えてくださいとありますけども、例えばね、東京で100人の感染者がいましたってことは東京に全く行くなってことなのか、どこかの23区のどこかが OK なのかね、これを自分で判断しろってことですから、それは新宿に行っていいのか悪いのかってことを自分で判断しろってことなんですよ。だからこれもね、どうなんですかね。こういうふうな曖昧な書き方は西村経済産業大臣と全く一緒だなと私は思うわけなんですよね。それが2つ目、やむを得ずそうした地域に行く際には感染リスクが高い、施設の利用を控えるなど特に、慎重な行動をお願いします。これもよく分かんないですよ。感染リスクが高い施設っていうのは明確なんですかね。それはね、病院とかになってくるんですかね、老人ホームですかね。特に夜の街っていうふうに連呼されてますけども、夜の街はそんなに感染リスク高いんでしょうか。夜の街っていうのはコンビニも含まれるんでしょうか。夜の街っていうのはいわゆるホスト、キャバクラのことなんでしょうか。だってね、宿泊施設だって夜の街の一部ですからね。ちょっとここら辺もね、私テレビの報道を見ていても分かりませんし、小池都知事がね、いろいろ言ってますけども茶番でしかないなと思ってるんですよ。また帰復後福山に帰って14日間は検温など健康状態のチェックをお願いします。体調に変化がある場合は相談窓口にご相談くださいということでございますね。いや、これは特にね、市長に対して何言ってんだという文句をつけてるわけじゃないんですよ。不明確なものが不明確だから、これを明確にしてほしいなと私は思ってるんですよ。この一文をもって明確だと思ってる方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですよ。なんとなく概念的にはこうすればいいんだなっていうのを解釈はすると思いますけども、全く指示としてはね、曖昧で、私も何をね、指示すればいいのか分かりません。特にですね、この誰が感染してるか分からないっていうのはね、確かにそうなんですけども、だったら検査を受けましょうって話なんですけども、検査を受けた方いますかね。これ検査はね、誰でも受けれるわけですよ。そうでしょ、相談窓口に連絡してもいいわけですよね。多分相談窓口に電話した方っていうのはほとんどいないと思うんですよ。それから PCR 検査キットにしても陰性陽性反応キットにしても取り寄せて自分で試してみたって方は私はまず聞いたことないですね。当然これを言う限りは私はやってるってことなんですけどもね。だからこれもね、例えばね、検査キットを買えばお金がかかりますよ。でもタダで検査は基本的にできないわけですから、どんなこともそれはお金はかけましょうってことにもなりますし、それから14日間は検温など健康状態のチェックと書いてますけども、じゃあ14日間過ぎたらしなくてもいいのかってことにもなりますけども、やっぱりね、こうもちろん感染症はね、すごく難しいものだってことは分かるんですけども、その難しいものを指示する方が難しいまま曖昧にしてしまったら、末端はもっとね、判断ができなくて相互不運になったりね、本当にマスクしてない人を村八分してみたりとかね、そのマスクなんて効果ないわけですから、そういうこともやっぱりね、私たちは認識していかないといけないのかなと思いますし、新しい生活様式ってものがね、やっぱ私は基本的に、そこまで言うんだったらインターネットを使って情報の交換をしたりとかね、必要最低限の接触機会っていうものにすればいいんですけども、結局はね、新しい生活様式をっていうふうに、せっかく市長がこういうふうに文章を下すって、もインターネットはちょっと苦手なんでってことで、新しい生活様式に参加しないわけなんですよ。
で、こういうことも今回いい機会なんでいろいろと考えていかないといけないなと思うわけですよね。で、もちろんね、新しい生活様式に馴染めないって方もいらっしゃると思います。こうは言っても新しい生活様式はちょっとねって方もいらっしゃいます。だとしたら感染リスクを高めたまま過ごしていくしかないと思いますし、そもそもその感染リスクってそんなに高いのかどうかってところも私たちは、ね、よく考えなければなりませんね。私はほとんどテレビ見ないんで、その新型コロナウイルスに対してはインターネットから情報を取ってるわけなんですよ。そうなるとやっぱりね、だいぶ見解が変わってくるなと思います。私が多分新型コロナウイルスにテレビから情報を取ってる人と話すとも本当に全然噛み合わないと思うんですよね。で、どっちが正しいかどっちが間違ってるかっていうのはこれ分かりません。数年経ってやっと分かるものなんですよ。ですから私はまあ分からないから慎重にっていうところはありますけども、果たして今のねこの慎重すぎる暮らしが人間の暮らしと言えるのかなと思います。特に、ある程度年齢いった方はね、これから10年20年というふうに元気でね過ごしていけるわけではないと思うんですよ、失礼ながら。その中でその貴重な時間っていうものを本当にね閉じこもったまま人生の最後の数年とか数十年っていうのをこう萎縮したまま過ごしていいものかどうかなのか、ちょっとね私もね判断に迷うところなんで、皆さんからのねお考えをいただけたらと思います。まあ今までねこういう話に付き合ってくださった方本当ありがとうございます。理屈っぽくてね困っちゃったと思いますけども、でも本当に真剣に考えてるからこそ分かったふりができないわけなんですよ。お力添えをいただければ幸いでございます。それではご安全に。